ライオアトゥルー、あなたは信じる巷に転がる投資伝説、こちらどうも小木です。アンバサダーのトエです。まあ、皆さんユーマっていう話好きやと思うんですよ、ビッグフットとか、ネッシーとか好き好き、まあ、いろいろおると思うんですけど、はいはい、そもそも普通の生き物ね、犬猫とか合わせたら地球には何万種ぐらいの生物がいるっていうのをご存知ですか？当てに行っていい？いいよ。10万少なすぎる声聞いた。うちの登録者よりも少ないやないか。さすがに多いよ。人間ですから皆さん、登録してる人はね。なんと、植物も合わせるとね。あ、植物も合わせるの？あ、そうそう。なんで言ってよ。あ、じゃあ何万種類ですか？20万。いや、少なすぎる。うちの登録者より少ないから、それ。だから人間やからさ、何回やんねん、このくだりを。というわけで、870万種類おるんやけど、まあ、だいたいヒカキンの登録者さんよりは少ないですね。サバ呼んでる。あ、というわけなんですけど、サバ呼んでるこれ。いや、サバは1種類。いや、結構いるかもよ、サバにも。まあ、おるかもしらんね。何やこの会話。ちなみに現時点で、その 90% が未発見。そんなことないですやん。だからおるんよ、ユーマは。あ、そうなの？そうよ。ちょっと待って、870万種もいるっていうのが分かってんのに、うん、90% が未発見っておかしくない？その理屈。なんかそういう統計とかあるんやろ、多分。なんかだいたいこれぐらいいますわみたいな。そうそう、分かります。これやっぱサバ呼んでるかもしれん。サバは呼んでるかもしれん。これに関してはサバも5種類ぐらいおるかもしれん。まあ、というわけでですね、今日見てほしいのはまずこちらなんよ。はい。これユーマや。トド？これ。トド。これユーマじゃなくてトドなんですけど。うん、だろうね。やばない、このトド。みんな、海釣りとか行ったらさ、こんなことになったら、えらいこっちゃ。あれ、トヤさんも海釣りするんですか？おう、20年ぐらい前に一回。おう。はい、ちょっと待って、まず海釣りも降りかへんか分からへんけど、うん、トドって何？こんな出てくるもんなん？出てきてるからびっくりするんよ。しかも、でかないこれ。そう、でかい。しかも2匹おるから。あ、重なってるやんな、それ。これまさしく詰まっとるんよ。トドの詰まりってやつやな。やばい、距離かい。違うよ。これは、まあ、巨大な、まあ、トドなわけなんですけど、はい、めちゃくちゃ大きいんよね。これどれぐらいあるの？325センチ。え、体重約1トン。すごいやん、ドフラミンゴぐらいあるよ。そうで、これ2匹乗ってるから2トン。まさしく日野の2トンなんですね。はあ、まあ、というわけで結構やばいんですけど、はい、これトドたちは日向ぼっこをしようと乗ったところ、まあ、陸ではなく、そしたら小型船やったと。で、小型船でこれ最終的にトド2匹が乗って沈没寸前になったらしいんですよね。いや、そらそうやんな。そう、ただトドは構わず楽しんでいたということで。どこで楽しんのね、これ。まあ、トドもね、いろいろ人生にエンタメが必要なんや。たまには人沈めたろかみたいな。いや怖っ。まあ、というわけなんやけども、はい、結局、まあ、トドのつまりどういうことかというと、はい、この巨大なトドはユーマなのかもしれないと。え、どういうことですか？見てください、これ、うん、カバゴン。カバゴン、うん、こういうトドなんやけど、トドちゃんはこういうユーマなんやけど。じゃあ、これ目どれ？これちゃう？下のやつ何？カビゴン。適当なこと言ってますね。というわけで、もしかしたらこの2匹来てるやん、今回も。この時も2匹おったんちゃうのみたいな。なんでその連れとくんねん。いやいや、カバゴンだから。だからカバゴンっていうユーマは、そもそも1974年に日本の遠征漁船の乗務員6人がニュージーランド沖合を航行中に目撃したとされるユーマなわけなんですよ。証言によれば頭部しか確認できなかったんやけど、その大きさは 1.5 メートルもあって、しばらく乗組員と対峙して、やがて海中へと姿を消したってことで。で、こうやって見たら、この目撃者の一人の証言によると、体の色は褐色に近い灰色で、頭部にはシワが多く、大きい目は赤く光っており、潰れたような形状の鼻の穴を持つ容姿をしていたと。わ、それ鼻ちゃうんじゃん。これ鼻かもしれん。何それ。カビゴンではない。2匹おるとか言うて。そう、まあでも、もしかしたら子供のトドがおったかもしれんし、子供のトド、カンガルーみたいな理屈。そういう理屈、うん、そういう感じでこの2匹が襲ってきたのかもしれないっていう。あ、なるほど。そういう感じの、うん、今日は実はこいつユーマなんじゃないのかっていう、まあ、生体不明の生物、え、正体不明ですよね。あ、そうそう、正体不明の生き物、生体不明ではあるんだけどね。あ、そう、うん、正体不明のユーマを実在の生き物、うん、こいつなんじゃねっていうのをね、クラーケンがイカなんじゃないのかとか、ネッシーがその恐竜なんじゃないのかとかあるんで、まあ、そういうのを紹介していく回ですね。続いて、伝説の大蛇。大蛇なんですけども、うん、こちら見てください。こちら、ティタノボアと。これでかっ、めちゃくちゃ大きいわけなんですけど、これなんか丸飲みしてる、もしかして。いや、どうなんやろな。これ串やろ、なんか食ってんじゃん。確かに丸飲み、あ、これ何丸飲みしてるか分かりましたわ。何？これワニ。いや、え、ワニ食ってるよ、ワニ。そうそう、ワニって丸飲みする側の人間、人間ちゃう、うん、ワニやんな。そうそうそう、まあ、丸飲みは生き物なんやけど。そう、はい。で、このティタノボアはですね、はい、約6000万年前に南米コロンビアの熱帯雨林で生息していたとされる世界最大のヘビなんやけども。実際おったん？おった。へー。まあでも南米コロンビアとか多分もしかしたらまだおるかもしれない。いや、おるかもしれないな。体長12から15メートルと。体長なんと
1ト2トントラック 50% 分、よくわかんない例えですけど、うん、はい、銅の太い部分の直径は1メートル、ちょっとこいつ首に巻かれへんね、ちょっと首折れちゃうよ、そんなそうやね、はい、でまあこれがもし現代に来たとされた時の比較画像がありまして、それがこちら、合成、これこれは合成でも現代におったらこういう感じになるんよ。でかっ、オロチマール乗ってたやつやん。そうよ、あまりにも伝説すぎるでしょ、うん、でもこういうやつはもうおったかもしれへんねんけど、まあ、ワニを主食にしとったから、ワニ主食ってやば、うん、結構こういう感じの光景やったよね、ごめんごめん、気をつけないと死んじゃうよって、だんだんちょっとごめんごめん、急にタッチがほら変わって、いやでも死ぬワニって言ったらこの子やからはい、僕はすごい好きでしたからね。というわけでですね、この締めつけては殺して食べるという、締めつけて殺して食べる、はい、恐竜時代をね、この生き抜いた巨大な蛇やったわけなんですよ、はい、で気候にはまただ勝つことができずに、うん、まあ、絶滅したんじゃないのかってことが言われるんですけど、あ、そうなんだ。ただ実はですね、皆さん、これ1906年にある探検家が18メートルの大蛇を見たっていうことを言うとるんですよ。誰？それがパーシー・ホーセットさん。この間アマゾンの回で出てきたこのモデル顔負けの、あ、そうだインディ・ジョーズのモデルになった人ね。そうそうそう、インディ・ジョーズモデルになったね、うん、大体マクドー・ホーセット頼む人なんですけど、パーシー・ホーセットさんやから、そういうわけなんですけど、伝説の都市を見つけたんじゃないのかとか言われてるんですが、まあ、実はですね、このブラジルとボリビアの国境線を定めるため、このジャガーやヘビ、ワニやピラニアによるアマゾンの奥地を長期にわたって測量したわけなんですよ、うん、このパーシーさんは、うん、で、そんな探検家が18メートルのヘビとこの記録してるんですよね、うん、これもしかしたら、まあ、これね、ワンピースの空島編っていうのはめちゃくちゃでかいヘビが出てくるんですけど、過去編ではそのヘビがちっちゃかったんですよね、はいはいはい、だからこのかつてこのパーシー・ホーセット大佐が見たのが北ノボアの子孫やったかもねという。なるほどね。だからもしかしたら今我々の住んでいる世界のアマゾンには北ノボアがおるかもしれません。おるかもしれんな。ただですね、古代にはさらに大きなヘビがおるんよ。何？ナーガ。か、見て、これナーガの化石。ちょっとどういうこと、どういうこと、これどこの部分、胴体や、え、どんだけ大きいかちょっと分かんない、その写真では分からへん、もうとにかくでかい、見てこれ、ナッガ、ナーガ、ナッガ、え、頭部とも思われる岩、え、岩、うん、え、これ頭部、化石、化石も岩やから、お、え、本物、本物、本物で、これタイの中洞窟にある、まあ、岩石なんやけど、人と比べるとそのサイズの大きさがめちゃくちゃ分かるわけじゃないですか、うんうん、超でかいんよね、うん、でこの蛇の鱗模様は、まあ、岩が水の浸食を受けたり急激な温度差でできたんじゃないのかって言われるんやけども、うんうん、これほんまにこの蛇がね、多分魔術とかで、ね、岩にされてもうて、あ、そう、このナーガっていうユーマがおったんじゃないのかと。普通逆やろうけどね、蛇がね石にするな、あ、そうそうそう、まあでも反射魔法みたいな、反射魔法、あ、なるほど、ありえそう、まあ、というわけで、まあ、こんなねとんでもないユーマがいるかもねという話でしたね。面白い、はい、なんかね、もうそれこそ映画アナコンダめっちゃ好きやから、あ、そうそう、想像したよりもはるかにでかかった。そう、アナコンダ実在しますからね。ねえ、やば。続いてフィクションが現実になった動物なんですけど、はい、その動物がこちら。あれ、カメ、カメ、カメ仙人おるやん、後ろに。そう、カメ仙人おるやん、これカメ仙人、カメ仙人デート中。あ、あら、まあ、というわけなんやけど、これね、みんな知ってるんよ、はい、このカメ、浦島太郎に出てきたカメなんよ。あ、同じやつ、同じやつ。だってさ、冷静に考えて、釣りのセットと浦島太郎本人を連れていくのに、うん、ちっちゃいカメで行けますか。まあ、お坊ちゃまくんはたくさん乗ってたけどね、それで。いや、お坊ちゃまくんは知らへんけど、ちょっとお坊ちゃまくん見てみてや、ちょっと、うん、ほら、うん、でもそれでちょっと竜宮城行くんはきついかなちょっと人間にはきついかな。すごくないこれ。うん、すごいけど、今日はね、実在した巨大生物っていう回でもあるんで、昔コエッキーさんがやった回のユーマ版やから。あ、そうです。ちょっとこれはじゃあユーマにならへんからね。あ、そうですか。うん。というわけでこちらはですね、カメの中のオサ、オサガメって言われるんですよ。はい。甲羅の大きさは最大189センチ。これは人乗れるわ。で、体重が最大916キロ。いや、重っ。日本でよく見るね、カメって言ったらやっぱ緑ガメなわけなんですけど、うん、もしくはゼニガメですね。ゼニガメ成長すると、まあ、20から30センチ。知らんけど、これも結局あれやんか。1トンぐらいあるってことでしょ。あ、そうそうそう。でかー。だから緑ガメの100倍ぐらいあるよ。重っ。で、これしかも、うん、なんとね、時速24キロの遊泳速度。速いんや。で、このビーチに現れたオサガメは産卵のためにこの島に来てると。結構普通に会えるんよ。ビーチ、俺遊泳速度やんな、今。あ、そうそうそう。普通に浜辺で24キロで走る。これさ、速すぎるだろ、と思って。もう、マリオの世界の。何言ってんねん、それ、甲羅。ほんまに。うん、びっくりしちゃったわ。で、まあ、生息地域は、この世界各地で発見されてるんですけど、日本でもなんと奄美大島で産卵したと言われております。なんとオサガメはこの約2億年以上前から地球上に生息していて、恐竜時代の生き残りと言われてるわけなんですけども、で、ね、もしかするとこの巨大な、まあ、ユーマの正体かもしれんってことも言われてるよね、うんうんうん、それが雨電滴
あなたこれからまたしりとりでね、うんから始まる用語を手に入れましたね。この右伝的なんですけど、ほんまにうんから始まるの？始まります。コンゴ共和国の沼や川で何度も目撃されているものなんですけど、正体がはっきりしてないっていうコンゴ版ネッシーみたいな存在なんよ。なるほどね。で、まあ、なんと甲羅だけで直径が 4.5m、 全長となると大きさ 8m ということで、オサガメの2倍なんやけども、これもし実在したら人間何人も背中に乗せていける、まあ、ラプラスみたいなもんよね。ほんまやな。で、一説ではこれ1億年前のオサガメは今よりも大きかったんじゃないのかとか言われてるから、伝的はこのオサガメの成長した姿なのかもねって言われてるんよ。すごい。で、続いて、ギネスの存在をなくした動物。どういうこと？どういうことかと、まあ、以前の動画でも世界一大きい犬って言ってね、ジョージ君を紹介して覚えてますでしょうか。でかかったよこれ。めちゃくちゃ大きかったわけじゃないですか。でもね、もう一つギネス記録を持つ犬がいたんですけど、この犬がギネスを潰したんよ。潰した？そう、ゾルバ君。ほらコラよこれ。コラやんこれ。うん、コラちゃうんやけど。え、これほんまに言ってんのこれ。そう。どうですか、犬嫌いの小池さん。犬嫌いって今は昔ほど犬嫌いじゃなくなったんですけど、その犬っていう概念じゃなくない？こんだけでかかったら、うん、こんなん車から顔出しちゃったらあかんで、なんか引っかかるやろ法律に。いや、シートベルトしてちょっとちゃんと。え、ほんまにどうやって乗った？そう、どうやって乗るの？だってもう窓ガラスが割ってきそうやん。ちょっと窮屈そうな顔してるしで。そうやん。ハイエースぐらいで運ばなあかん部類ちゃうの。ブルドッグだけに。全然かかってへんかかってへんやなでも。はい、というわけでですね、このゾロバ君は世界一重い犬として、まあ、1987年にギネスに認められたわけなんですけど。重さなんだ。そう。2年後自ら1989年にその記録を塗り替えるわけなんですよね。で、この犬はですね、ブルドッグではなくてですね、イングリッシュマスティフっていう犬種で、この犬種の起源はなんと紀元前からエジプトや中国で発祥したと言われていて、犬の中でも大型犬と知られるゴールデンレトリバーでも通常は体重は25から34キロって言われるから、このイングリッシュマスティフの体重は55から70キロと、まあ普通は言われるんやけど、なんとこのゾロバ君は156キロ。ちょっとした力士ぐらい。いや、すごいよね。力士よりもあるんか。ねえ。で、長さも体長も251センチやから、うん、甘えてくるだけで大変かもしれない。大変大変。っていうサイズやったんですけど、うん、まあ、やっぱりね、このギネス記録ってやっぱ取りたいじゃないですか。うん、だから、無理にその飼い犬に餌を与えてしまう飼い主なども出たため、あ、なるほどね。この重い犬の部門というのは、まさしく、まあ、押し潰されてしまったんですよね。あ、じゃあ今もギネスがなくなったっていうのは、その部門がなくなってるってことか。なくなりました。なるほどね。ただですね、これ何がユーマやねん。うん、ただ重いだけの犬やろ。ああ確かに。と思ったわけなんですよ。うん、でも実は犬っていうのは、まあ、やっぱりですね、紀元前から人類と過ごしていることから、うん、まあ、結構こういうユーマがいるんじゃないのかっていう目撃されてるんですよね。はあ、まあ、結構ね、世界各地のいろんな壁画にも残ってるんですよ。こちら見てください。はい、不思議ですねこれ。謎の壁画に描かれた犬。え、これ見たことある？あ、そうですか。どういうことですか？僕のやってる音楽ユニットのロゴですこれ。あ、そうですか。アヌンナキの時代の壁画に描かれていた。はい、ザ・サイレント・ドッグって書いてますし。あ、そうですか。はい、なんとね、11月3日から関西の方で安友さんの番組のですね、エンディングの方に決まりました主題歌が。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ見てください。お願いします。では続きまして、人々を恐怖に陥れたユーマ。まあ、やっぱりですね、まあ、日本ではですね、20世紀に絶滅してしまったんですけど、はい、狼ってすごい人気なんですよね。ほう。で、その中でも大きい狼って言いまして、それが灰色狼。お、でかー。まあ、犬の親戚みたいなもんやね。うんうん、で、日本狼は通常100センチぐらいで体重15キロって言われとったから、うん、こういう感じやったらいけないけど、まあ、ほんまに犬みたいやね。で、この灰色狼は160センチ、体重50キロということで、まあまあ一般的におるかなみたいな、まあ、ギリギリ男性ぐらいやねみたいな感じで、他にもアラスカや北極にもこの狼っておるんやけども、その体長はですね200センチを超えると、まあ、つまりもののけ姫のリアル山犬だとも言われてるんですよ。もろやん。怖っ。迫力ありますよね。迫力ある。お前にサンゴ救えるのか。また曲の宣伝ですか。はサンって言ったから。ああ、ありがとうございます。あのサンっていう曲をですね、11月4日に配信予定となっております。 YouTube の方チェックしてください。ぜひね、よろしくお願いいたします。ちょっと番宣がくどいですね。びっくりしちゃいました。はい、まあ、というわけでですね、特に寒い場所だと、体が大型化するらしく、ヘラジカやトナカイなど大型の動物を捕食してるらしいんよ。確かにヘラジカもでかいからな。そう、ヘラジカってめちゃくちゃでかいじゃないですか。でかい。これを食うってことはやっぱりユーマ。実はね、18世紀には狼らしきユーマに村人が大勢亡くなったという事件もあったよね。それがフランスジェ・ボーダン地方で、この100人以上がまあ殺されてしまった。従来事件としてもっと有名になっててもおかしくないの。そう、一説には300人ぐらい行かれてしまったんじゃないのかと。やっぱこれどういうことかというと、狼に似ているものの、普通の動物とは習性が違って、普通は人間の足を狙うところ、その獣の頭を狙ってきたと。やばすぎる。やば。で、これはもうジェ・ボーダンの獣と言われ
われまして、この3年間にわたり犠牲者を出し続ける当時のフランスを恐怖のどん底の陥れだと、うん、こちらがそのイラストなんですよね。可愛らしい感じはすんねんけどね、ちょっとまあでも狼かもしれないっていうユーマですね、うん、で、まあ、他にもですね、これラストなんですけど、うん、もうやばいんよ。何見て、何これ、こちらかな、察しが良すぎるこちらはですね、はい、グローテスクブロブモンスターって言われるんですけども、はいはいはい、こいつ、まあ、何かと言いますと、うん、2017年にフィリピンの海岸に打ち切られた異様な怪物の死体なわけなんですよね、うんうん、で、まあ、これめちゃくちゃ有名なユーマなわけなんですよ、うん、ただこの正体はシロナガスクジラの死骸で、全身を覆う体毛は白く腐敗した筋繊維じゃないのかってことが言われてるんですよ、はいはい、で実際にシロナガスクジラの平均は全長24メートルで、うん、大きさ的には考えられるそうなんですけども、あまりに腐敗が進みすぎていて、吐き出す死因は分かってないと。で、画像にあるように切断面と思える場所こちらありますよね、うん、これが頭部を切断された生き物ではないかってことが言われていて、うん、一説にはユーマトランコではないかと言われてるんですよ、トランコとは1924年南アフリカ海岸に打ち上げられた体長15メートルの謎の生き物、うん、で当時は大きなホッキョクグマと言われたんですけども、うん、ヒエと尾があり象のような鼻を持っていたんで、これクマじゃなくねっていう。で打ち上げられた際死体を調査した科学者はいなかったんで、まあ、結局この生物は何かわからんと。ただこのグロテスクブロブモンスター、まあ、通称グロブスターが出たことで、うん、もしかしたらトランコもクジラじゃねってことが、まあ、よれになったんですよね。はい、まあ、というわけで今日の回は皆さんどうですか。いや、めちゃめちゃ面白かった。ユーマじゃないのかって回だったんですけど、いや、これまずね、いるわ、ユーマは絶対に。います。巨大生物ってさ、ちっちゃいのは分かるよ、そのツチノコみたいなもんさ、ちょっとまだ見逃してるかと思うかもしらんけど、でっかいが家に見つかりやすいでしょって盲点よな。そうなんよ。これがでもいっそうやな、海の中とか特に。全然いると思いますよ、ね、海とかアマゾンは巨大なやつの宝庫ですからね。え、うん、見たい。というわけでいるかもしれませんね、はい、まあ身近なユーマザ・サイレント・ドッグもよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本日の鳥肌スコアは1億。巨大。本日の鳥肌ポイントはびっくり、どんどん。ジュセリーのダルースさんっていう預言者がいるんですけども、なんと今から2年前の2020年に日本宛にとんでもないことが書かれた手紙を送っていたことが判明しました。高知水道の近くで 9.0 の強い地震が発生する。この地震は2022年11月16日に日本の一部に影響を与える津波を引き起こすでしょう。なぜか世界中の預言者がこぞって日本の11月に大きな災害が起こるよというふうに予言しています。やば。11月には台湾有事をきっかけに中国とアメリカの戦争が始まって、日本がもしかしたら巻き込まれてしまうんじゃないかと。